氷ミミズはヒメミミズ科のミミズの一種。一生を摂取0度の環境で過ごす数少ない生物である。体長1から2センチメートル程度で、体色は黒い。気温がマイナス7摂氏4度の間でしか生きられないため、摂取0度に保たれている氷や雪の中に生息している。普通のミミズと同様に、清水力学的骨格を持ち、氷を掘り進むことができる。 氷ミミズは、夏の午後から夜にかけて氷上に大量に現れ、氷雪藻類や微生物、風で飛ばされてきた花粉などの有機物を餌にしている。そして、夜明けとともに、氷の中に潜り、冬が来ると、氷の奥深くに姿を消す。氷ミミズの体液はグリセリンを含んでいて、凝固点効果を起こしているため、低摂氏7度以下にならなければ凍結しない。反面、 浸透圧が高くなっているため、常温の水に入れると過剰に吸水し、細胞膜が破裂して死ぬ。また、摂氏5度を超える外気に、暴露されると体が、自己分解を起こして、死ぬため、氷の中でしか飼育することができない。この氷の中で活動が活発になる特性は、アデノシン,ンリン酸を、通常の生物より早く合成する、DNA 構造に関係している。 アラスカから北ワシントン州まで沿岸の氷河に分布している。ありがとうございます。